つでもどこでもグリーンオンということで、いや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 、あの紹介します、トミーさんです。今動画で上がってるレッドと、ラウンドしてるトミーさんなんですよ。で、まあ僕、まあ、トミーさんと仲いいんですけど、視聴者の方はトミーさんって何者って多分絶対思ってるんですよね。恵比寿カントリークラブ会長、ありがたいことに、いや実際絶対そうだと思いますよ。まあ、キャラがね、そしてもう君らイケメンチームで、キャラそのものじゃなくて、突然オープニングでレッドと車乗って、うん、オープニング撮り始めて、うん、トミーさんです。で、まあ、恵比寿カントリークラブのこと話してましたけど、うん、いや莫大すぎてちょっと話大きいじゃないですか。うん、ゴルフ場買いたいとか、そもそも、はいはい、そもそもトミーさんの人間性とか、うん、ちょっとこの番組で伝えられたらと思ってこの動画撮ってるんですよ。で今、うん、ハーフラウンド、うんうん、レッドとの、はいはいはい、あれ対戦ですよね。対戦っていうか、まあ、エンジョイだけ結局彼とはずっとなんか対戦してるよね。そうで、まあいろいろと僕たちとの出会いとか、うんうん、まあちょっと多分オープニングでちょこっと流れてましたけど、うん、まあそこら辺ですね、うん、ゴルフ歴とかもいろいろやっぱ聞きたいなと思って、うん、多分視聴者さんはかなり気になってるんじゃないかと、この人誰だと。いきなりでかいこと言っちゃったね。構想自体は確かにでかいんだけど、あの、うん、トミーさんを知る前に、うんうん、ここ行っちゃってるんですよね。なるほどなるほどなるほど。そうそう、なので、まあ、ちょっと僕がいろいろと質問していこうかなと思ってますんで、うんうん、そうだね、今日はよろしくお願いします。わかりました、よろしくお願いします、はい、トミーさんはお名前はトミーさんです。トミーです、一応トミーさんですね、もうね、トミーで、ね、はい、まあ、年齢はね、はい、正直言うともうアラフィフです。アラフィフ、なんか皮膚です、もう皮膚、アラフィフです、ね、若く見えますよね、けどね、なんかね、年取ってから肌ツヤ良くなってツルツルなんだよね。もう吹き出ももう出ないし、なんかね、本当、はい、超もちもちの肌でツルツルでしょ。あ、確かに、すげえ。脱毛してるんですか。してないしてないしてない。え、頭だけスキンヘッドだけどね。あ、そうなんですか。それは剃ってんすか。うん、剃って剃って剃って、20代から剃ってて。いや、まず僕たちの出会いちょっと、そうだね、きっかけっていうか、まあ、初めて会った時は、はい、まあまあ実際ゴルフ場なんだけど、はい、まあ、ある恵比寿のオカマにお誘いを受けて、まあ、僕たちが、まあ、レッドと僕が恵比寿で、まあ、飲食店をやってて、そうそうそう、知り合いの、うん、知ってるというか、まあ、よく、まあ、仲良くしてくれてる、うん、バーのオーナーさんですよね。そうだね、オーナーだね、はい、オカマさんっていうか、まあ、オカマっていうか、まあ、ゲーバー、ゲーだね、まあ、あの恵比寿界隈でちょっと有名な、はいはい、オカマちゃんというゲーがいるんだけど、はいはい、まあ、僕ゲーじゃないですよ。でも全然いい友達で、でなんか恵比寿でね、同じ地元だし、うん、なんかそんなことやってる。僕自身はその前から動画もう去年アップした時から、はい、実は第1回目から大不安で見てて、そうなんですか。そうなの、全部見てる。で、いや、恵比寿、何、恵比寿の名前語ってこんなかっこいいことやってるやつがいいんじゃんと。なるほど、恵比寿カントリークラブの会長なのに、恵比寿、挨拶じゃねえよ。挨拶もなしに、いやいやいや、そんなんじゃない、そんなことないんだけど、なるほど、ちょっとここ、おいおい、うん、ここに俺入り込むのはちょっと、なんか顔のレベル的にも恥ずかしいな。いや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 、あの拙いじゃあ、最初のオープニングを見たわけですね。見てる見てる、全然、ラウンドの途中も見てるし、なんかいろいろ勝手に俺も妄想しながら、俺が入るんだったら何色だろうとかさ、勝手にね、まあまあまあ、なんかね、見ながら、ずっと気にはなってたんだけど、まあ、ね、関連の動画もよく見てたから、でちょうど僕がね、ゴルフ始めたのはちょうど去年の11月、もう本当、2年ちょっと、今、2年1ヶ月か2ヶ月ぐらい、2年ちょっとですか、2年ちょっとだね、本当、2年前、いきなりぶつけ本番で、まあ、恵比寿の同級生っていうか、まあ、一緒に仕事やってるメンバーがいて、はい、いや、行こうよって、もうぶつけ本番で、まあ、酔った勢いで俺、できるだろうって言っちゃったわけよ。で、まあ、野球？野球もね、草野球チームは恵比寿の草野球チーム入ってる。ただ、万年9番セカンドみたいな感じで、もう9番セカンド。9番セカンドがすごいですね。そうそうそう、9番なのにセカンドなんですよね。あのね、本当ね、外野だったんだけど、走んねえから。もうめんどくさい、もうめんどくさい、お前セカンドだみたいなノリで、まあ、打率も万年ひどいわけよ。ただ、まあ、野球で俺は朝早かったりするから、人数合わせのために行ってるもんって、好きなんだけど、めちゃめちゃ好きなんだけど、本格的にはやったことなくて。まあ、基本的に体を動かすことは好きで、そうだね、おかげさんで、ちょっと恵比寿でバドミントンクラブ、フットサルクラブ、野球はまあ俺主催じゃないんだけど呼ばれる形なんだけど、あとゴルフも始めたんで、ゴルフコミュニティの4つの団体をちょっと入ってて、なるほどね、スポーツは全然大好きで、そうそう、大好きなんだけど、実は本格的に部活とか云々では実はやったことなくて、
そうなんだ。ほぼほぼ30後半、まあ実は40前半ぐらいから、まあちょっと仕事の隙間できたからこうフットサルやったり本格的にやりやすいんですけど、最近かな。ネビスのコミュニティめっちゃ広いですもんね。なんかね、出会うね、あのゴルフに、まあ、限ってはまあやりだした、まあ、やる前いろんな人がやってるとかいたんだけど、まあやらないから全くその話に乗れないじゃん。そうですよね。まあ、実はタイガー・ウッズの黄金時代も俺あんまり知らなくて、まあ、もちろんなんか勝って聞いてるけど、実際そんなおーっていう感動が実はタイガーになかったんだけど、まあ、ただやり始めて見出しで、まあ、話もどこも2年前はいきなり行って168ぐらい。けど168ってまだいいんじゃないですか。だって練習しないですよね。まあ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 全くやった状態なことない、ね、やったことない状態で、それでもね結構俺は自信があったわけよ。100いくだろうみたいな、100だだけぐらいだけど、おいみたいな、消えない。もうそんな簡単じゃないですよね。で、まあちょっと行ったせ、まあ仲間とか、まあ、ちょっと先輩もいたんだけど、まあ正直に申し訳、先輩に申し訳ないんだけど、ちょっと舐めてたよ。いや、一人うめえだろ、これ。いくらなんでもみたい、いけんじゃねえみたいなつもりで、もちろん道具も持ってないから、まあレンタルクラブ。3000ぐらいかな。3000ぐらいで借りて。で、安いゴルフ場取ってもらって、ぶつけ本番で行って、散々、まさに18ホールのバンカーで18回叩いた。先輩も厳しいからさ、あんだけ大口叩いたら、出すまで、出すまで、出すまで。色相と思いながら。いや、ゴルフは本当に難しいですよね。いや、難しい。難しかった。難しかった。だけど、僕、トミーさん初めて見たとき、そのオカマゲイバーのオーナーさんが、うん、じゃあ行こうよってゴルフ誘ってくれて、うん、一緒にラウンドしてね、ラウンドしたんですよね、うん、一緒にラウンドしたんですけど、まあ、あの練習場で初めましてだったじゃないですか、うんうんうん、ゴルフ場の。そうだね。ちょっとしたらいきなり3番ウッドですよね。3番アイアンすんごい人いるなと思って練習してる風景を見てて、うん、あこの人すげえなと思ってたら、あ一緒に回るトミーさんだよって紹介されておいマジかよ飛ばしすぎだろと思ったイメージ。ある意味風格がちってあってはったりがちだから、あの本当そういうなんか雰囲気だけね、うまそうな雰囲気つくのうまいの、まあ、実際全然ダメ。いやけどうまかったですよね、あの日。いやもうあの時はね、もうだいぶほらもう1年そうですね半ぐらいかな。でもここ2年ぐらいは結構ね真面目にやったの、まあ、悔しくてその160は。あなるほど。そこからは練習してちゃんと、まあ、練習のほとんど練習、あのラウンドは正直2年で、まあ、今ほらレッドとラウンド中だけど、うん、あのラウンドで多分50ラウンド目ぐらいだと。あそうなんだ。から月2回ないし多い時3回行けてこの2年ぐらいだから、そうだね、50ラウンド目ぐらいで、まああのあれがあるじゃん、スコアカード、はい、あれこの前数えたらそんな感じだったから、まあ、正確に取ってるんですか。そうそうそう、一応ね、データは取ってないけど、なんか取ってあって、まあ、数えたらああそうだなっていう。で、まあ、正確に49か48か分かんないけど、まあ、大体50ラウンド目ぐらいで、ただ練習に関してはこれはあのただでできるやろと思って、家で、まあ、狭い部屋っすよ、狭い部屋にベッドにこう布団かけてずっとこうアプローチ、あーなるほど、多分テレビ見ながらカタカタカタでパターもうラグマットのラインが入ってるわけよ、ストライクのそのラインに沿ってパターだけコツンコツンとテレビ見ながら、それはタダでできるじゃん。なるほど。家では結構練習そうだね。でちょうど最初にもらったメールセット、まあ、全部タダでもらったんだけど、それの9番アイアン俺短く切ってたから、まあ、背が低いから来客側で長いなと思って実は切ってたわけ、2インチぐらい、なんか普通のクラブより2インチ短くて、そうすると部屋でねちょうどねこう避けながら、テーブル避けながらこうテレビの中で振ると満振りすると上にも当たらないポイントが1箇所だけあるの部屋で、狭い中で。危なくないですか。そうそう、ギリギリに当たらないの柱とかに。なるほどなるほど。それ以上長いとどっか当たるわけ、それで結構部屋で満振りしてたの。まあ、それが、まあ、なんとなく、まあ、上手くなったというのもだいぶこう慣れてきて、うん、で練習は、まあ、恵比寿だとこの辺ひもんやが一番大きいから、まあ、目黒ひもんやが、あのみんなあんな高級なとこ行ってんのって言うんだけど、実はひもんやって安くてみんな知らないんだけど、3階だと平日2000円で打ち放題でございます。ああそうなんだ、うん、みんなえって言うけど、で2階が2500円、1階が2800円なんだよ平日土日だけプラス1000円だから、土日は、まあ、でも土日は妥当だと思う、東京都内のゴルフの土日は、まあ、行けても3階か、うん、でそれも3000円で打ち放題。始めた当初はさ、もう、はい、まあもちろんみんなそうなんだけど、だから1時間打ちっぱなしで350球ぐらい打てるわけ。確かに下手だから、うん、あのちょこ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 、そうそうそう、うん、そうするとさ、もう何円単位じゃ1球、
郊外の田舎へ行くよりも全然安い、そんな何円だよ、多分下手するちょっとざっと6円とか7円みたいな、本来1球20円とか23円するゴルフ場が、ね、夜とか行ったら結構高いとかありますもんね。そうそうそう、でまあそれでひもや通うようになって、まあ常にもうだから1時間だけ、うん、で週まあ多い時3回だけ3回、うん、まあでも1回2回必ず行くようにして、うん、練習の方が多めだった。とにかく数振らないと体にスイングが身につかないし、ましてやなんていうの、レッスンも受けてないから、もう我流、もっとまさに我流道さん、我流でやってるから、もう振って体覚えて、振って体覚えて、覚えて、ああじゃないこうじゃないで球合わせたって、もうそんなどこ飛ぶか分かんないけど、とにかく打ち込むんだっていうことやってた。それだいぶ形になってきて、まあそんな感じ。なるほど、うん、ボミーさん の, あのクラブセットを、あの僕一緒にラウンドした時にク、うん、ラブセットを見させてもらってたんですけど、本数少ないじゃないですか、8本ぐらいパター入れて8本ですよね。8本でもあってるんですよね。ドライバー入れてないですもんね。入れてない、まあ、この間レッドにももうちょっと入れた方がいいって怒られて買ってくれって言ったよ、買ってくれるんだったら買ってくれるって約束したんですか。いやいや買ってくれるんだったら、あ、しないしない、レッドいるんですけどしてない。いや、もともと一番最初はもう道具持ってない時に、まあもらったもあるし、その前に、上野に行ってさ、あのゴルフ中古屋さんいっぱいあるじゃん、あそこに2期ゴルフのゴルフショップで、まあ、1本1000円と UTT1 本と、わけ分からず56度とパターの4本でコース行ってた。で最初の半年は4本でゴルフ行ってた、はい、ドライバーと UTT と、そうでゴルフパートナーで7番アイアンタダでもらえたわけよ。あのほら CM やってんじゃん、初めてのゴルフする人にゴルフパートナーから1本プレゼントっつって、ネックスってなんかオリジナルのあれ1本7万円くれるわけよ。そう、まさにだから5本だよね、それで。それだけ持って、しかも先輩たち友達連れて行ってもらうとき車持ってないからさ、なんか乗れねえからお前1人で来てくれとか言われるの嫌じゃん、だから俺だけソフトパック練習用のなるほどね、持ち運び簡単なで、ゴルフ場ですいませんっつって裸のキャディバッグ借りてこうやってソフトバッグさ出しで大変でさ、一応つけてくれるんだけど、くしゃくしゃだから確かに確かに常に裸で持ってゴルフ回ってた。それがでも半年ぐらい続いた時に、あ、そう、半年ぐらい続いた時に野球の先輩が、おいトミー、俺の売ろうと思ってたブリヂストンの道具やろうか、マジっすか、でツアーステージのフルセットアイアン、うん、まあ、ちょっと前の結構いいやつをもらったね。まあ、それがまあブリヂストンなんで、うん、まあ、石橋さんとの出会いだった。石橋さんとので、まあ、この下り長くなる、ね、確かにちょっとね、まあ、おい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 、まあ、そうなんだ、そこでまあフルセットがアイアンセットだけどね、うん、でそれもらって、でドライバーはその時1000円で買った、うん、なんだったかな、ネットで調べたらやっぱ古くても飛ぶ名機っていうなんかコーナーがあって、そうそう、マーク金井さんとかの辺がさ、昔のドライバーでもこんだけ飛ぶシリーズがあるんだぞって結構ネットに書いてあって、テーラーメイドかな、 R580 っていう、 R580 ちょっと古いっていうか、多分20年近く、15年かな、ほんと高反発ギリギリっていうやつがすっげえ飛ぶのがある。それ1000円、それ1000円、ゴルパで1000円。それいつ抜いたんですか、そのバックから。ね、抜いたのは2年やってて、去年のだからもう半年ぐらい前、去年の5月6月ぐらい。それいい子じゃなかったんですか、悪い子、悪い子。とにかくもう飛ばしたい男だから、もうティーショット練習でゆっくりだって言ってんのに本番になるとバチン打っちゃうわけよで、もうスイーンって上がって右にブーっていくわけよ。なるほどなるほど、もう何回やっても何回も、もう練習上じゃすごくうまくいってるんだけど、うん、じゃあもうそこで離婚したわけですね、もう、まあ、離婚じゃなくて自宅禁止、自宅禁止、まあ、ちょっとこう俺から俺から言わせれば公然の場で俺に恥ずかしみを与えたっていうことで、まあ、当分自宅禁止、うん、でキャサリンと、キャサリン、ね、キャサリンとの出会いはもともと中古というかゴルフパートナーに限らず中古道具が好きなのよ、まあ、なんていうの、女で言うと、まあ、ちょっとバツ1、バツ2ぐらいの方がこう、まあ、やるし、いや、いい、まあ、熟女が好きだよ、俺。そうなんすか、まあ、割とこう女性、年上の、まあ、年上というか、まあ、俺も世代だけど、まあ、俺はやっぱ40、50ぐらいの女性が一番美しいぐらいに思ってるから、まあ、ぶっちゃけ若い子はあんま興味ない。で、まあ、そのメイキングであって、で、もうそれもあるんだけど、まあその、まあ、ドライバーを辞めた理由はそうじゃない、うん、で、辞めて、サンバウッ
ットどうしようかなと思って調べてたら、やっぱ X ホットっていうキャロウェイの、いや僕実はだって僕キャロウェイ好きですからね、そう狙ってますから、そうキャロウェイめちゃめちゃいいって言ってて、でちょいちょいグループパートナーとか探すとまだまだ高いわけ、あのいい状態で残ってるから、確かに X ホットはずっとやっぱり人気だったから、うん、あの金額あまり落ちなかったんですよね、うんうんうん、中古で買っても、そう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 、で、あの、まあ、どうしようかなと思ってゴルフパートナーの店長、目黒の店長に相談してて、そしたらプロットビットの赤いのがあったわけ、うん、いや X ホットってさ黒地にあれちょっと黄色ってっゴールドっぽい、ね、うん、ありますね、だったんだけど赤い文字があったの、 X ホット、うん、なんでこれ赤いの、US バージョン、要はもうアメリカで売られてたやつだから、まあ、流れて届いたの、まあ、アメリカである意味誰かと結婚して日本に連れてこられたけど、うん、日本で売りさばかれたっていうキャサリンさんがポツンとあったよ、おいおいこれどういうスペックだったら、多分日本のより高いですよって言われて、もうその瞬間もう金髪女に惚れちゃったわけよ、すげえボディこれはと思って、シャフトが硬いんですよね、シャフトは一応ね純正なんだよ、多分 S かなんか、 あれ一応純正なので、グリップも全然綺麗だったから全然汚れてねえじゃんと、もう一目惚れでこれはもうこれだと、で実はちょっと安くしてもらったんだけど、それでもね7000円か、まあ、そこから、まあ、最初ね暴れ馬だからさ、じゃじゃ馬娘じゃないけどおばちゃんだけど、もうダイナミックなわけよ、パチーンと当てればほんと飛ぶわけよ、3番ウッドでどんぐらい飛距離、ね、練習場だと、まあ、一応そのデータ取ったりトラックマンとかああいう計測機だと、いい時はキャリーで260でランで780、でもダフってもね多分まっすぐ飛んでれば230-240は全然飛ぶね、あれは振り切ったらね、まあ、ほんとチョロだったら全然ダメだけど、で今回の前半のラウンドも、うん、ティーショット結構いいティーショットありました、ね、レッドめちゃめちゃ飛んでんのにドライバーで、ね、ちょっと多分10ヤードも差ないぐらい、うん、まあ、あれはちょっといい当たりだったんだけど、もともと低く上がっていくから、あのドライバーほどは多分高く上がってないから距離はそんなもともと飛ばないはずなんだけど、やっぱ捕まえた時の打球が速いからやっぱ飛ぶよね、うん、で去年かな、それこそ野球の先輩のコンペがあって呼ばれて、うん、まあ、あれでドラコン取ったの、3番ウッドで3番ウッドでドラコン賞をいただいて、まあ、まあ、多分数字聞いたらびっくりするけど、まあ、ちょうど本当ね、あのなんていうの、下りというかちょっとこう打ち下ろしでちょっとカート道も当たったか当たってないかちょっと俺見えなかったんだけど、バンカー越えてちょっとこう行こうの、こういったとここうなって320ヤードぐらい飛んでました、まあ、着地ですごっキャリーで多分ガチで260-270行って当たりどこがこういってこうだったと思う、もう見事にドラゴンいただきまして、僕も一緒にラウンドした時に、僕、まあ、あんまりそんな飛ぶ方じゃないですけど、いや、いい当たりあのドライバー、まあ、結構いい当たりだったものと、うん、トミーさんの当たりが悪かった3番とか同じとこにあったんですよおいっつってあれ俺結構完璧な当たりだったのにって言って、うん、なんだろうな、あれで確かにあの X ホットのね、あのまたアメリカのバージョンだから飛ぶんだけど、あの3番ウッドは本当使い方によってはPGA のツアーの選手、まあ、もちろんアメリカのね、はい、PGA のツアーの選手なんかもう余裕で300飛ぶからね、あんまり、うん、飛ばさないだけで、飛ばそうと思えば飛ばすのかもしれないですけどね、今のところ俺もだから落としに行ってるっていうのもガチでもう振りに行ってるから結果、うん、で振りに行った結果ドライバーよりも曲がりが少ないから、うん、フェアウェイに結果落ちてるっていうのが、うん、多分今の結果だと思うんで、だけどやっぱりフェアウェイに乗せないと、まあ、やっぱ辛いですもんね、ゴール2打目をちゃんと打てないっていうのが一番辛い、しんどいね、うん、セカンド以降がねやっぱり大事なの、フェアウェイに、フェアウェイ絶対よ、もうそれが全てよ、だから女子がうまいのよまあ確かにそうですね、安定をね、安定しながら打った方が本当はいいのかもしれないですけどね、そうなんですよ、まあね、こうやってちょっとトミーさんってどういう人なんだろうっていうのはちょっと伝わる、まあ、ゴルフ好きのただのおじさんです。あと酒好きの。でも、ね、俺お酒そんなね実は弱いんだよね。確かに。毎日飲まないし、昔は飲んでたんだけど、やっぱり年は年だから次の日に残るから、まあまあなんていうの、会食とかさ、まあ、例えばなんかいろいろイベントがあるじゃん。はい、そういう時ぐらいでふとこう今日飲みたいから飲みに行くってことはここ最近はやっぱなくなったかな。ああそうなんですね。うん、まあ、たまになんか会食とかのあったらあのここの店寄らしまってするんだけど、はい、まあでもそんなもともと。だから弱くなったから弱いし、まあ、結構実は健康オタクでタバコももうとっくにやめたしタバコも吸わないし、
体で柔道そんな鍛えてるってこと鍛えてない、あの変に無駄にマッチョにしてさ、ゴルフ以外の筋肉つけるとさ、もうこの年だとさ、なんかもう変な動きになりそうだ、うん、結構いるじゃん、なんかすっげえマッチョなんだけど、すっげえゴルフショットがなんかぎこちない、ああはなりたくないから、まあ、極力こう、まあ、まだまだ理想だけど、こうまく綺麗なスイングが身につくまでは素振りだけで筋肉つけていこうかな。なるほど。めちゃめちゃ飛ぶしね、体格もいいし。良くなってるって。あ、そうなん、うん、あのこれほとんどこの2年の素振りのせいか。肩口とかでかくな、もう全然筋肉ないし、まあ、ちょっとね顔だけは人様よりちょっとだけ大きいけど体は俺細いから、ほんと顔からすればめちゃめちゃ待ってる人見えるけど脱いだらすごいんですだから、ね、何それみたいな。なるほどね。まあ、まあそれでね、うん、あの鍛えられたから最近ちょっと硬いが良くなったっていう。こういうのを踏まえてやっぱり後半戦ちょっと見てみたい、見てもらいたいですよね。うん、ちょっとね、対戦ね、対戦、ね、対戦。今回は先あの結果じゃないもう記憶に残していただければ。いや、対戦じゃない。対戦じゃないですか？対戦じゃない。まあエンジョイっていうかね、まあご挨拶、うん、ご挨拶ゴルフ。すべてがなんかもう本当ふわ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 、あの、ね、コースも難しいよ。ああそうなんですね、うん、あけどいいコースっていう噂ですもんね、やっぱり、うん、あのとにかくサイドちょっとでもラフいったらもうそこからもうなんていうのピンが狙えないようなコースセッティングっていうか必ず引っかかるね、あれがちょっとなんかびっくりしたっていうか、だからもっとフェアウェイな、まあ、フェアウェイキープして、そうそうそう、打てればそうないとダメかなっていう、まあ、まだ修行中ですよね。そう、トミーさんとも僕まだ1回しか回ったことないんでね、ぜひ ね、回れればね、ね、いいですね。まあ、ぜひ今年はいろいろこうレンジャー系のイベントをいっぱいやっていただければぜひぜひ参加しますので、なんかあのレッドが1万人超えたらコンペもやるかもって言ってたんで、もうすぐじゃない、いや大変ですよ、これからそう。あ、もうぜひぜひ、あのじゃあまたあの美味しい海苔を海苔ね、美味しい海苔がありますので。ということを踏まえて、うん、トミーさんってこういう人だったんだっていうのを踏まえて後半戦ちょっと見てもらいたいですね。うんうん、そうですね、うん、すごく心優しい純な男なんで、うん、はい、で、まあスコアはどうかは分からないですけど、まあ、僕も知らないんで結果、うん、後半は、まあ、どうなるかは、いや、いいですよ、大丈夫です、大丈夫、すげーことが起きるよ、あ、すごいこと、いいですか、あげていいですか、いや、だけど楽しくのラウンドなんで、ね、ラウンドは、ね、めちゃめちゃ楽しかった。そう、レンジャーのゴルフは大体エンジョイゴルフなんで、うん、まあ、そういうところを見てもらえればいいと思います。いや、すごくいいラウンドでした、はい、ということで、まあ、トミーさん本当に今日はありがとうございました、うん、こちらこそありがとうございました、はい、というあのゲストのトミーさんでした。ありがとうございました、はい、またじゃあ、来週はちょっとまだ何やるかわからないですけど、ちょっとまた企画していろいろとコメントもいただければやってほしいこととか、まあそうですね、やってほしいことかな、やってほしいことをいろいろとコメントいただければそれに沿ってやれることはやりますんで、よろしくお願いします。じゃあ、いつでもどこでもグリーンオンでした。